セール・ロンダーネ産地は南極大陸にある産地。1937年にノルウェーのラーシュ・クリステンセン調査隊が発見し、ノルウェーの国立公園にもなっているロンダーネ産地から命名されたもので、南のロンダーネを意味する。昭和基地の西方約6 0 0トルの南位72度5部、統計25度付近に位置する四国ほどの面積の産地で、 標高1000メートルから3000メートル級の山が連なる。最高峰は2996メートル。山地は6から5億年前にゴンドワナ大陸の衝突によって形成されたと考えられている。大陸のほとんどを氷床に覆われる南極にあって数少ないロガン地区であり、近年も日本の南極観測隊が複数回の地学調査を行っている。山地はその周囲を 多数のクレーバスに囲まれており、1989年には、日本隊の隕石探査チームの雪上車が、クレーバスに落下する事故も発生している。なお、日本では表記のブレがあり、セールロンダーネと記される場合もあり、セロンダンサム役とも表記する。ドロンニングモードランド、南極条約によって凍結されているが、ノルウェーは、セールロンダーネ産地を含むドロンニングモードランドの、 領有権を主張している。ありがとうございます。